皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県の学校情報、9月16日に塾対象説明会があった静岡県富士見高等学校についてお話しします。前半ではコースの説明、そして次に入試について、そして最後に1日体験入学、学校説明会、相談会、この日程についてお話しします。この学校コースは3つあるんですけれど、平均すると中学校の成績が真ん中程度ですね、中間にいたそう、こういう子たちが平均すると受ける学校なんですね。3つのコース、まず特進コース1類、特進コースというように、このコースには勉強ができる、勉強が上位だった子たちが入ってくる、そういうコースです。このコースでは国公立大、難関次第、この現役合格を目指す、こういう目標を持っています。次に特進コース2類、スポーツ推薦の子どもたちはこのコースに入ります。このコース勉強と部活、ね、これを両立させて難関大学に合格、これを目指しています。そして3つ目が今回新しくできる総合コースです。この総合コースは進学コース、この名前名称を変更してできました。なぜこういうコースにしたのか、こういう名前にしたのかというのを説明してくれました。まずこの進学コースだった時、入ってくる生徒たち、高校入試合格、これはゴールになっちゃっていて、入ってから入学してから何をするかと、何をしたいか、また卒業してどういう進路に進みたいかというのが目標がなかったんですね。それから学力層の幅が広かったと、ね、できる子もいれば下の子もいる、中間といっても中間の上と下だとかなり学力の差があったということなんです。そして進路を見ると、卒業後の進路ですね、これ4年生大学に3分の1です。短大とか専門学校に3分の1、さらに就職が3分の1と、こんな割合になっていたんですね。だったら今度はこのニーズに合わせた、ね、そういうニーズに合った生徒を育てるコースを作ろうと、ね、そして生徒のさまざまな可能性を引き出していこうと、そういうことでこの新しいコースができるそうです。では次は入試についてです。入試の日程は嘆願者と併願者違っていますので気をつけてください。まず嘆願者の場合、検査日、試験の日ですね、これは2022年令和4年の2月1日の火曜日になります。そして学力検査、これテストです。これは3科目、国語、数学、英語。嘆願者の場合はテスト時間って実は30分しかありません。問題数も少ないです。基礎的な問題、これが解けるかどうかを調べるそうです。そして英語はリスニングがなくて筆記だけになります。そして作文ですね、作文は担当の先生がおっしゃってたんですけれど、字が汚くて読めない生徒がいて、これは減点せざるを得ないと。ですからせめて、ね、読める字で書いてくださいとこんなように言っていました。そして面接、これは個人と集団2回あります、ね、個人の面談、面接で集団での面接、この2つがあります。そしてその時必ず志望理由、これは必ず聞かれるそうです。ですからしっかりこれ考えていってください。それから調査書、いわゆる内申書ですね、まあこれは学校が出すので皆さんには関係ないんですけれど、で併願者の場合、検査日は2022年令和4年の2月2日の水曜日になります。学力検査はやはり3教科、国語、数学、英語、各50分です。50分のテスト、普通のテストですよね。そして英語はリスニングがあります。こちら作文があるんですけど、こちら作文はないです。面接は集団のみになります。そして、まあ内申書、
これも見られるということです。最後に体験入学や、見学会、この日程です。まず体験入学、これ予約が必要です。10月16日の土曜日、この日は9時30分から12時30分まで。2回目は11月6日土曜日、同じく9時30分から12時30分まで富士見高校で行います。で、学校見学会、こちらも予約が必要です。12月11日の土曜日、9時30分から12時30分まで。で、その後個別の相談会が開催されます。これは予約はいりませんね。12月13日の月曜日から17日の金曜日まで毎日行っています。時間は17時30分から19時30分です。そして12月18日土曜日ですね、これは午前中9時30分から11時30分まで行います。同じくこれは富士見高校で行います。で、12月24日だけ、これ金曜日なんですけど、富士宮、この富士宮の市民文化会館で夕方の17時30分から19時30分まで開催されます。そしてこの説明会の中で受験に必要な内申点、このお話もありました。でも、この内申点については以前からお話ししているように動画で公表することはできません。ですから、皆さんが通っている塾の先生方にどうぞ尋ねてください。きっと参加していれば教えてくれるはずです。富士見高校受験しようと考えている皆さん、お役に立ちましたか？今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。